こんにちは。あ、じゃない、間違えた。こんばんはだった。声ありがとうございました。本日は久しぶりのシュシュ投げ、シュシュ投げしました。本日の香水はですね、クロエです。お団子見て、団子よ。水性ポジ、そう、水性ポジで、なんかびっくり、私昨日の両席祈願の時に出血確認して、夜の方が KMT 遅そうだなって思ったの、思ってシュシュ投げるとしたら夜かなって思ってたんですけど、したら私が今日シュシュを投げるところが上手の花道からだったんだけど、上手のブロック、上手の前の方のブロックに5人くらい KMT いて、マジで、あ、今日やんって思った。でもごめんね、5分の1にしかさ、シュシュが渡らないんですけど、本当に申し訳ない、一番近い方に渡しました。クロエをひなちゃんからも、違う、いつも私が公園で使ってるのがクロエだったから、クロエの香水をかけたんだけど、今日 つけたのは、ひのさんからいただいたのは白のホワイトリリー、なんかそんな、あの有名なやつ。新潟にね、白がないからね、マジで嬉しくて届きました。で、その幸運な方はね、来てない、来てないんだけど、待って、来てない、え、なんで、いつも来てくれるんですけどね。はじめましてじゃない、はじめましてって、はじめましてじゃない。今日も公園で元気もらいました、よかったです、ありがとうございます。今してるのは公園用メイク、そうかも、ちょっと濃いよね、濃いしさ、チーク、これはリリノからもらったやつと、リリカからもらったアイシャドウを下まぶたに塗って、花江からもらったハイライトを塗ってみたいな感じ。今日マジでジップロックに入れてた、お見送りでジップロックを面白いんだけど、もらえるかもって思ったのかな、なんで持ってたんだろう、ジップロック、絶対に持ってるのかな。ポニーテール、あ、今日はポニーテールだったんだ。風の中、君が走る、久しぶりに巻きポニー、巻きポニーは初めてなんですけど、スペシャの頃からポニーテールしてなくて、久しぶりにポニーテールしました。どうでしたか、可愛かった？
もらえないとなんとなく分かってたね。そんなこと言わないで。一番近い人にあげたの。だってさ、ちょっとさ、ごめんね、こんな話。そんな選べないよ、人をね。人を選べないから。だって自分が物理的に一番近い距離なのに、その奥の人に投げたら、え？自分の方が近いのにってなるかな。自分だったらね。そうだから、一番近い人にちょっと運だった。し、本編は一番端っこの方が見にくいんですよね。ごめん。今日決めたのはポニーだった。そう、ポニーからのお団子。そしたら昼夜公演の間そんなにこう変えなくていいっていう。今日ね、全然12本とか15本とかじゃなかった。もっといっぱいいた。最近でも見に行けてよかった。ありがとう。そう、めっちゃネギいたよ。なんか今日ポキちゃんって言われてた気がする。ポキちゃんコール、お昼公演すごかったんだよな、ポキちゃんコールが。え、なんかお昼公演入ってた方、なんか思わなかったかな。今日、え、なんかポキちゃんって言われてる。有名人ポキちゃんって。こんばんは。今日は4期生が一押しなんだけど、本編でポキのこと、ポキのペンライトを振ってくれて、女の子と書いて、腕ピーって感じ。ネギ多かった。今日もポキちゃんがいっちゃんかわいいよ。で、あの、ハラちゃん推しの方じゃなくて、あの前座に出てる4期生の推しで、本編はポキみたいなとが分かった。今日女の子そういっぱいとかわちいでした。今日は10分とかまでかにやんてか。今日行けてたら緑色降ってたありがとうね。テロップお知らせ、いや大丈夫大丈夫、これでここにある、ここに時計。ちょっと明日は普通に配信するかしらね、多分。今日は誰も、あのみんな私一人、ゲストはいません。
はさ、どうなの、あの究極の二択でさ、ユウハのささやきボイスか、あ、起きれないユウハのささやきボイスか、ポキの絶対に起きれるバカデカボイス、どっち？アンケートで。だって、じゃあ1番がポキちゃんで2番がユーハね。スタート。おはよう、朝だよ、今日も一日頑張ってねってやつです。2がいる、2がいる、 2投げてるやつ、おい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 、見ちゃうんだからね。2投げてる人、2、おい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 、ちょっと分かんない、ここら辺にいない、ここら辺にいない人たちが2投げてた。そうでもね、なんかね、その公園に来てくださってる方で、今でもポキちゃんのアラームで起きてますって人があんまりいなかったんよ。一人二人ぐらいしか。うん、ありがとうございます。終了。あら、あ、4分の3くらい、4分の3くらいポキちゃんボイス。まあ起きれるからね。でもさ、絶対に起きれるユーハのささやきボイスとさ、絶対に起きれるポキちゃんのバカデカボイスだったらさ、みんな 2に入れる、そのハンデが必要なんだよ。ユーハのは起きれないっていうハンデが必要ハンデがあって、やっと半分半分なんですよ。なんだよ、おはようみたいな、おはよう、かわいいね。絶対に起きれないポキの目覚ましは絶対に需要ないから。もうね、今日はね、朝から朝集合場所に集合して、ユーハに抱きついて、今日も可愛いね、大好きって言って、それで、好き攻撃を送って、昼夜の間に、でユーハのことをたどりするのに、こうやってユーハがこうポーズしてて、ユーが携帯でピッ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 って撮ってたんですけど、かわいい、かわいい、うわーかわいい、大好き、ユーハはって言ってます。最近ユーハユーハすごいね。いや、いつもなんだよ、ユーハユーハはね、昔からなのよね。なんか赤ちゃん、
知り合いの羽押しがポキずるいよって言ってた。知り合いの羽押しってさ、ユウが知ってる人？もつさんにはもつさんの今日寝顔を撮りました。寝顔をカメラで、どうですか、みんな見たいでしょ。でも見せていいかどうかはもつ子に聞いて。こんばんは。そういえば入った時から好き好き言ってたような。そうだよ、だからずっと好きって言ってるの。私は可愛い、ユウハ可愛いね、ユウハ大好きだよ言ってるんですよ。いつもキンキンの姿最高、ありがとう。みんな見たいだろうな。だからモツコに確認してってば。最近魅力に気づき始めた。だからそれはユウがユウハの魅力を配信でずっと語ってるからでしょ。でも最近は喋り方がユウハちゃんみたいになってるで。私なわけないじゃん。違う。3期生の寝顔コレクションあるよ。私最初は寝顔コレクション作ろうって思って、こう移動中の新幹線の中とか、こう机でこうやって寝てる写真とかを撮ってて、あります。てな感じで、もうね10分過ぎちゃってるから、今日のところはこれくらいにしたいと思います。お腹が空きました。私はつけてください。お腹が空きました。ありがとう、みんな公園来てくれて。めっちゃ今日はね、みんながねわーってポキちゃん言ってて嬉しかったです。それでは壇上読みます。10歳マシュマロチュン、ありがとうございます。12レオナさん、ありがとうございます。11位、一田さん、ありがとうございます。10位、音速の貴公子さん、ありがとうございます。9位、横林さん、ありがとうございます。8位、まさかさん、ありがとうございます。7位、きっともえラインさんさん。あ、そっか、今日は月曜日だから。さんさん、ありがとうございます。6位、太郎さん、ありがとうございます。5位、日和けたさん、ありがとうございます。4位、トパキューさん、ありがとうございます。3位、ゆうじさん、ありがとうございます。2位、ぶっちゃーさん、ありがとうございます。1位、ガガさん、ありがとうございます。今日も一日、今回もたくさんコメントギフト、ありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日何時にしようかね。でも夜はすると思うですよ。13でしょ。うん、多分夜するね。夜して、日中は分かりませんけど。おやすみ、ごきげんよう、バイバーイ、イエイ。さよなら、バイバーイ。